たらちょっとしばらくモニターしてますね。はい。5時14分です。さっきね、寝てたらじゅわーってあったかいものがパジャマに染み渡るぐらい出てきたので、破水かなと思ってお手洗いに行ったら、ピンク色のお汁がドバーって出てたので病院にすぐ電話しました。陣痛はまだ来てなくって、ちょっと生理痛かなぐらいのチクチクぐらいです。今日は36週と1日目で、まさかの事態で、まだ全然覚悟もできてないし、実感もないし、本当に急にでした。破水はもう起きてるけど陣痛はない状態でも、破水が来たらこう実からバイ菌が入ってしまうとダメなので、このまま陣痛が来れば出産、陣痛来なくても促進剤を打って 2,3 日以内には出産になりそうな感じです。これ今分娩台です。外食とかで怖いって。これ握るとこなんかシリコンっぽいです。数々の原産婦さんがこれを握って頑張って生まれたこの握り棒、私も 2,3 日以内握って産もうかと思うと、もう不思議でたまらん。どんな痛さなんやろ、不安でいっぱいです。あと1週間までお腹にいてほしかったんですけど、元気な子が生まれたらいいなと思います。いやー頑張ります。はい、じゃあまた後ほど取れたら取ります。よいしょ。運よく個室が空いてたので、個室に入って前駆陣痛っていうのかなに耐えてます。めちゃくちゃ重い生理痛みたいな感じで、10分に1回ぐらい痛いです。はい、じゃあちょっとだけ寝て体力つけようかなと思います。じゃあまたね。朝食を運んできてくださいました。痛いけど食欲全然ある、むしろこの倍の倍ぐらい食べたいぐらいです。じゃあちょっと今からいただきます。食べたい。眠たいけどね、寝れないんですよね。じゃあ次痛みが来るから、でも全然まだまだよな、こんな喋れてでも絶対喋れへんぐらいまでなると思うので、24時間とかかかるんかな。今はね、お昼ご飯楽しみに待ってます。大丈夫。豪華なお昼ご飯が来ました。歯もあるよ。あ、痛い。痛くてまだ食べれてない。あ、痛い時って赤ちゃんはどうなんですか？赤ちゃんもギューってされてる。結構痛そうですね。痛いね。病院に来てもう11時間。3分に一度、陣痛が来てます。あ
わ、暑い。わ、まだ子宮口は 1.5 センチらしいです。でも、痛い時に力を入れずに呼吸をふーってちゃんと吐いてたら、子宮口を開くのも少しは早くなると聞いて、息をなるべく吐くようにしてるけど、痛すぎて震える。今でこれやろ、やばいって。めっちゃ動くやん。不思議やな。記念に撮っときましょう。今日か明日には会えると思いますね。大変でした。長く今回。
戻っていっちゃう。Thank you.